司がいなくなっても命令を実行している。どうすればいいの？どうやって止めればいいの？すでに手遅れかと。諦めちゃダメよ。デイア、儀式を中断する方法はないの？本部、敵は始末した。発射を中止しろ。塔からのエネルギーを検知中だ。待て、あと少しで停止できそうなんだ。援護チームを派遣してくれ。手遅れだ、ローラ。すまない。イソリス、どうしよう。俺の手には負えない。もう打つ手はないの？元気でな、セレネ。サンクトリウムのジジイたちをやっつけろよ。ダメ、お兄ちゃん。おい、何のつもりだ。お兄ちゃん、残骸は解体される。エリオンに平和が戻ったのだ。今日の出来事は他言無用だぞ。機密だからな。とはいえ、お前たちは今日世界を救った。よくやったな。
苦労をかけた。お母さん、幸せは努力と苦労から生まれるってお母さんに教わった。この教訓通りに私たちを育ててくれたよね。強く誇り高く。でもだんだん違和感を覚えてきたの。よく喧嘩したものね。数年経ってお母さんの言ってたことが分かった。重要だったのは努力と苦労じゃなくて幸せの方だった。お母さんが努力と苦労から得た幸せは家族を育てること。何度も何度もそのことを言ってきたのはお母さんなりの愛情表現だった。今までお母さんはずっと苦労を乗り越えてきた。私たちのために。絶対忘れない。お母さんが私たちにしてくれたこと。あの時お母さんを助けたかった。お母さんの力になりたかった。一度だけ、一度だけでいいから。でもそうさせてくれなかった。私、お母さんに不織病の治療法を見つけるって言ったよね。たくさんの命や家族、それに幸せがかかってるから。だからね、お母さんのお墓の前で誓うわ。見守っててね。お兄ちゃんも何か言う？Thank you.
やったじゃないか。世界を救ったんだって。立派になりやがって。さすがね。やったな。あなたは一人じゃないわ。一人じゃないよ。一人じゃない。声を失ったか。世界が二重に救われたことを思えば些細な代償だ。こらよ、お前の仲間が羨ましいぞ。奴を野放しにしていいのですか。第三の運び手はまたとない好機をもたらす。みすみす無駄にはしない。それに最初の犠牲を払っただけだ。ああ見えて奴は正義を背負いたがる。必要とあればきっと立ち上がるだろう。危機は去っていない。本当の戦いはこれからだ。